ゆふ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 ちゃん、おはようございます。おはようございます。カピ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 カ。あのさ、これ見て、ちょっと見せてカメラに。はい、とても美味しいアイスクリームです。ビエネッタっていう仕事。違う。なんか知ってる？食べたことある？ない。これってさ、森永なんかさ、メキシコでもめっちゃ高いよ。ん？めっちゃ高いアイスクリーム、ケーキみたいな。めっちゃあったかいケーキ。高い。めっちゃ高いケーキ。高いケーキ。だから私ね、人生でさ、多分マックスは3回ぐらい食べたことあるけど、それはいつかわかる？誕生日とか。本当に？これ日本だといくらするの？そうにしない。教えてくんないか。うわぁ、ちょっと待って、これですよ。めっちゃ動かないで、もう。なんかね、私昨日ね、スーパー行って、うん、なんか、ね、アイスクリームとかね、うん、私は珍しい、あまり見ないけど、うん、見て、これあれじゃんと思った。あれ？誕生日の時に食べたケーキだ。そう、見て、曲としてね。曲として？めっちゃ美味しいもの。ね。私、子供の時とかね、食べたから、うん、で、これ絶対買おうと思って、うん、ヨヘイと一緒に食べようと思って。で、本当に美味しいかどうかわからないけど、曲としてはすごく美味しい、うん、中で食べられる感じだ。食べたことある？ない、俺全然ない。やばい。で、あのネットでね、うん、調べたら、メキシコでは100ペソ、日本円で言うと、うん、まあ大体600円、うん、そして日本では大体そのぐらい。日本でも700円ですね、これ600なんか。でもさ、なんて言うの、払えるじゃん。何が払え、あの何、払えないよ。買えるじゃん。買えない。え、ちょっと待って、買えるよ、これ600円。そうなんですよ、メキシコで言うとさ、うん、これなんかさ、まあ、5000円とか、まあ、7000円みたいな感じだよね。そう、だからさ、買えるの。え？買えるの？メキシコで700円は買えない。買えない、絶対買えない。あの、なんかやばい。給料、これで給料1日分とか。そうだ、逆にさ、買ってばっかじゃん、メキシコでね。メキシコで買って食べたら、バカって、うん、バカだね、なんかアイスクリームです、それ？そうや、アイスクリームで1個で1日分の給料ですみたいな感じ。そうだよね。日本人も600円のアイス買いません。ただ買いません。そうなの？それも誕生日なの？誕生日ガリガリ君アイスで60円。嘘だ。そうだよ、もうそれが日本人の普通。あ、じゃあ一緒だ、どこでも一緒。一緒だよ、こんなのまあ毎日食べるわけじゃないよ。だからこれ10年に1回やっていいかいけないか。嘘だ。本当にそれをベロちゃんはいきなりメキシコだけじゃないよ。そうなんだ、じゃあどこでも一緒じゃん。ここね、はい、行きます。うん、どう、まあ、待って、そう、全部出る。前わかんない。嘘だ、普通のアイス。うん、レイヤーになって、ここのチョコが入ってる中に。はい。あ、そういうこと。じゃあ中にどんどん攻めていかないとわからないってことね、味がね。はいはい。でもなんか言えよ、味。うん、確かに、うん、確かに美味しい。え、待って、何？ラーメンも2本ね。はい、これいくら？いくらか、もう100円しないね。うん、100円しないね。もう誰でもいつでもみんなが食べられる。うん、あ、安いもん、でも美味しい、うん、ね、はい。で、これを食べた後にすごい高級なものを食べます。わかる？じゃあこれは本当にすごい高級なもの？超高級なもので、本当にこっちが美味しいと思ってしまったら、これ美味しくないってことですよ。でも美味しさが違うじゃん。違う。でもこれが安いもので、これが美味しいと思って、で両方食べ比べて。いや、でもそれはおかしいと思うよ。だってさ、比べられないじゃん。比べられるでしょ。また別なもの。デザートはデザート。違う。食べ物は食べ物。食べ物。そうだけど違うよ。体に入るもん。はここで舌でなんか味を感じられるもん。
いいですか。なんかシャンプーとコンディショナー比べてるみたいな感じ。比べるでしょ。え、シャンプーやってからコンディショナー。でも使う目的が違うじゃん。俺月曜日コンディショナーだけだよ。で火曜日シャンプーやって。それはまたおかしい。水曜日コンディショナー違うのみんな。まあいいや、とりあえずね、まあ、今日はこれのレビューですね。はい、はい、レビューだけどまだ何も言ってない。どうでしょうか。え、またラーメン行くの。ラーメンのうまい。でもなんか違うわ、ものが。言ってるやろ。さっきからそう言ってる。なんか一緒に食べるもんじゃないでしょ。何年ぶりですか、食べるの。あ、わ、わかんない、もうわからない。子供の時から食べてない。子供だって多分12歳から。12歳ってことはもう21年食べてないってこと。は、何私の年バレてるの。は、今日はペロいじめる。今日ペロいじめる日。は、待って それはひどいよ。え、落ちるよ。ちょっと待って、まあ、ちょっと落ちる。待って。ねえ、うん、12年ぶりなんだからさ、まあ曲としては違うね。曲としてはもう違う。もっと美味しかった。もっと美味しかった。記憶ではもっと美味しかった。記憶では…って感じだ。それは今無理やり食べたから、もう一回一口でいい。いやー、もうまたいじめある。いじめないよ。はい、じゃあ邪魔しちゃったから、はい、ごめんね。じゃあゆっくりちょっと。でも美味しい。ちょっとラーメン食べてみ。はぁ、ちょっと一口ラーメン食べてみ。なんでそんな変なことするの。違う、どっちが美味しいか。だから物が違うの。でも一回ちょっと食べてみ。ラーメン美味しい。ラーメン美味しいね。ラーメン美味しいでしょ。どうしたの。何があった。言ってよ。お腹ちょい痛い。お腹痛いの。だから痛でしょ。ラーメン、アイス、コーヒーを食べるの。だでしょ。じゃね。